うさぎ放送局アフタヌーンエクスプレス。まもなく21番乗り場に21時10分発。鉄道動画コレクションじっくり編。1号車から5号車です。この列車は全席禁煙です。おたばこを吸われるお客様は喫煙カードをご利用ください。当車の喫煙カードは3号車、7号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。この列車は16両編成です。この列車は各駅に止まります。ご乗車の際は列車とホームの間が空いているところがありますので足元にご注意ください。小さなお子様は手をつないでご乗車ください。 Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. まもなく21番乗り場には21時10分発光481号広島駅到着です。終点の広島までの各駅に停まります。21番乗り場ご注意ください。まもなく列車到着です。到着の列車は光481号各駅に停まります。広島駅です。次は新倉敷に停まります。次は新倉敷に停まります。ご乗車の際は列車のホームの
び21時15分発のぞみ119号博多行きが参ります。自由席は1号車、2号車、3号車です。この列車は全席禁煙です。おタバコを吸われるお客動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんばんは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は16両こだまの生まれ変わり、京都から広島まで各駅に停車する N700系 光481号広島駅を岡山駅で撮影したという動画です。はい、今回は以前の16両編成のこだま号、こだま763号ですね、こちらの、まあ、生まれ変わりというか統合されて広島駅になったという光号ですね、こちらの動画です。でこちらの動画はこの列車の光481号広島行きの動画は以前9月ぐらいかなに出してはいるんですけれども、というかまあそれから全然撮影してなかったんですけれども、また今回ね久しぶりに撮影したので、で確かね9月に公開した動画では広島寄りというか博多寄りで撮影したので、今回は新大阪寄りで撮影しました。まあまあ到着シーンは、ま、別にね16両の N700 なんでのぞみとかねと変わりないので、まああんまりね特別何かっていうわけではないですけれども、ただ案内放送はね独特なものですし、またこの列車は数少ない16両編成の光号なので、黄色の、乗車位置に止まりますということも言われてね、放送でありましたけれども、16両の光号がね岡山より先に行くのは少ないので、まあまあそれもね珍しい、放送といえば珍しいのかな。そもそも広島まで各駅に止まる、ね、光号はこの列車しかないですからね。はい、で列車自体の車両の方向幕というか幕じゃないですけれどもにはね、ちゃんと次の停車駅新倉敷って書いてありましたけれども、光号でね新倉敷に止まるっていうのもね、ほとんどないので、てか広島方面行きはこれだけかな、新大阪方面はもう何本かありますけれども、はい、っていうので珍しい光景かなと思います。で多分ね、前回9月に公開した動画でも言ってたかもしれない、ちょっと記憶にないんですけれど、新倉敷の駅でね撮影したいなとね思っているんですけれど、最近ね新倉敷の駅行ってないので、特にこの夜の時間はもう1年ぐらい行ってないはずなんで、なかなか撮影できなくて次のダイヤ改正をね迎えますけれども、まあ行きたいね一回、と思っております。詐欺放送局、地味にフィンクラスキの方ねあんまり行かないのでね、はい、という感じで今回は N700系 16両編成の光481号広島行きの動画でした。今回の動画もしね気に入っていただけましたら、ぜひ高評価グッドボタン押していただけると嬉しいです。まああんまりね良くなかったかなってね思われましたら、低評価押していただいても構いません。評価よろしくお願いいたします。またエンディングの動画おすすめ欄のところに9月に公開しました同じ光481号のね動画も出しておきます。はい、そちらの動画ではこだま763号、そのダイヤ改正より去年のねダイヤ改正より前のこだま号の比較も収録しておりますので、そちらの方もね合わせてご覧いただけるとね、楽しいかなと思います。またこんな感じで光新幹線の動画とかね、今回ちょっと編集ね
あんまりしなかったんですけれど、というかまあサクッとね出しちゃったんですけれども、しっかり編集した動画とかね、もう出しておりますし、旅動画とか乗車機とか、あと新幹線の動画ね、まあ出しておりますので、よかったらチャンネル登録ね、お済みでない方チャンネル登録していただいて、で他の動画もね見ていただけると嬉しいです。また鉄道とはあんま関係ないんですけれども、最近新しいチャンネルを作りましたので、そちらの案内はこの動画の説明欄、概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方もよかったら合わせてご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。